お子さんも同じようにオール5を取ることができます。成績アップ、受験に合格、子育ての悩み解決、家族で笑顔に。思春期の子育てアドバイザー道山圭、思春期の子育てチャンネル。我が子が定期テストで高得点を取り、内申点でオール5を獲得、さらに第一志望の高校にも合格することができたら、親としてこれほど嬉しいことはないですよね。実はお子さんがですね、そういった内申点を上げたい、そして志望校に合格させたいと思った時に親がやるべきことがあるんです。で、今回は実際にですね、もともとオール5を取れていなかった、内申がね30代だった子がきちんとオール5、45を取ることができて、さらに志望校にも合格した方の事例をもとに、親としてどんなサポートをすればお子さんのね内申点を上げて合格、志望校に合格することができるのかのやり方、これについてはねお話ししていきたいと思います。間違ったサポートをしてしまうと内申が上がるどころか下がってしまったり、もっとひどくなると本当に親子関係が悪化して、子供がですね暴言を吐いたり学校に行かなくなったり、そういったことも全然起こり得ます。そうなってしまってからではね手遅れですので、今日の内容を参考にぜひお子さんの勉強面サポートしていただければと思います。はい、改めまして思春期の子育てアドバイザーの道山圭と申します。このチャンネルではですね、思春期の子ども、小学生、中学生、高校生ですね、こういった子どもたちのお父さんお母さんたち向けに成績の上げ方、受験対策、あと思春期の子育て法ですね、こういったことを幅広くお伝えするチャンネルとなっております。もしですね思春期のお子さんいらっしゃいましたら、おそらく何かね悩みがあるかなと思います。その悩みスペース道山圭で検索していただければ、過去にもねたくさん動画アップしておりますので、よかったら過去の動画も参考にしてみてください。はい、じゃあですね、今回紹介するのは小沢さんという方です。この方は少し前なんですけど、今から約5年前ですね、2019年に中2の子供との関係が悪化してですね、そんな時にいろいろこう探していたら、僕のことを知ってくださいました。で、当時の内申点は36です。で、いろいろ悩んでいた時に、僕がね行っているオンラインの子供の成績を上げるプログラムがあるんですけど、こちらに参加をしてくださったんですね。で、その結果どうなったか、まず親子関係が良好になりました。で、その後何でも話してくれるような関係になり、最終的にはですね中3で内申点がオール5、つまり45になったんですね。で、見事志望校に合格することができました。で、その年に、その翌年にですね、高校入ってですね、またそこから3年間、勉強を頑張っていきました。その結果、なんと高校でも標定平均 4.9 を取って、さらにこの度推薦で国立高校に合格されたそうです。で、この間の、ね、サポートっていうのはお母さんは、ね、もう一貫して同じサポートをしておりますので、どんなサポートをしたのか今からお話ししていきたいと思います。で、それやっていただければ、普通に高校受験が合格するだけじゃなくて、大学受験もうまくいくってことがね、この内容から分かっていただけると思うので、ぜひ、ね、この一貫したサポートを続けてみてください。はい、じゃあ小沢さんどんなサポートをしたのかというと、主に今回3つのサポートをされました。で、まず1つ目がですね、欲しがっていたスマホを購入したということですね。スマホ購入して成績上がるのって思うかもしれないんですけど、実はねよくこれ相談が来ます。道山先生、スマホを与えたらうちの子がスマホ依存になりそうですと、だから与えるのが怖いんです、どうしたらいいですかという相談が来るんですね。でも、こうたくさんのね子供たちをサポートしてきた僕から言わせると、スマホを与えたから依存になるわけではないんですよ。スマホを持っていても持っていなくても、きちんとねルール設定とかがしっかりできていれば子供は依存になりません。逆に持っていなければ他のものにただ依存するだけなんですよね。スマホじゃなくてゲームとか漫画とかね。そうだから、それを与えるかどうか正直関係ないんです。で、ただ、小沢さんはねそれまでちょっとどうしようか迷っていて与えていなかったので、僕のこのね内容を知って、じゃあ与えてみようということでしっかり与えてあげたってことですね。で、次に2つ目、勉強については触れないようにしたそうです。で、これも成績上げるんだったら親としてね、なんか勉強の話してあげた方がいいんじゃないのって思う方いらっしゃるかもしれないんですけど、子供がですよ、親に勉強の話をしてほしいと思っているならしてもいいんですよ。
でもこの小沢さんのお子さんの場合はね、もともと自分でやりたいタイプなんですよね。その場合は別にこっちから触れなくても、ほっといても自分でやるので、この場合は逆に触れない方が成績が上がります。最後3つ目、お互いの妥協点を探すように意識されたそうですね。親子なので、もちろんお互いに、意見が違うこともやっぱあるわけですよ。この時によくやってしまいがちなのが、親の意見をこう押し付けてしまうってことですよね。でそうなると子供はね、自分の話を聞いてくれないと言って、へそを曲げてですね、親子関係は悪くなってしまうわけです。そうじゃなくて、きちんとこう議論をしてですね、お互いの妥協点を見つけていく、これがね、実は内申点を上げたりとか勉強を頑張らせたりする上で大事なんですよね。はい。で小沢さんの場合はこの3つを行った結果、子供がね、勉強さらに頑張るようになり、内申点も上がっていったということです。はい。じゃあ実際にですね、子供にオール5を取らせるためにはどうやってやっていけばいいかってところ、ちょっとね、お話ししていきたいと思います。でまずは、僕が普段このチャンネルでお話ししている愛情バロメーターアップ、これから最初にやっていかないといけません。愛情バロメーターというのは何かというと、お父さんお母さんの愛情が子供に的確に届くと、子供の心の中の愛情バロメーターという数値が上がるんですね。でこれがうまく届かないと下がってしまいます。でこれなんで上げないといけないかというと、これが上がると親子関係が良くなるので、子供は親の話を聞いてくれるようになったりとか、あとはこの愛情バロメーターっていうのは気力につながるので、勉強するためのエネルギーに変わるんですよね。ちなみに小沢さんの場合、今回ね、もともと関係が悪化していたってやりました。これは愛情バロメーターが下がっていたっていうことなんですよね。でその時にこういった欲しがっていたスマホを買ってあげたり、勉強について触れてほしくないってね、子供が言っているわけだから触れなくしたりとか、あとお互いの妥協点を探すようにしたりとかね、こういったことっていうのは全部これ愛情バロメーターアップにつながることなんですよ。なので結果的に子供の中で勉強する気力がさらに出てきたり、親の話も聞いてもらえるようになったってことですね。でこれをまずやりますと。で次に動機づけをしていきます。これはやる気を引き出していくってことなんですけど、例えば中学3年生だったら、アクティブ進路と僕が呼んでいるですね、心の底から行きたい進路、これを決めていくっていうのが大事なんですね。そうすると子どもたちは、たとえねスマホを持っていたとしても、スマホを我慢して勉強しようって思えるんですね。なぜかというと、その高校に入りたいからです。だからそういうのを決めるとか、あとはちょっとしたねご褒美とかを決めてやる気を引き出すとか、いろんなテクニックがあるんですけど、そういうのをやってきちんと動機づけをしていくってことが大事になります。もうすでにやる気がある状態であれば、ここは正直やらなくてもいいということですね。はい。で最後、脇役サポートですね。これは何かっていうと、そもそも勉強っていうのは子供が求めているなら手伝っていいんですよ。求めていないのに無理に手伝おうとすると過干渉になるので、このステップ1である愛情バロメーターが下がっちゃうんですよね。そうすると結局やらなくなっちゃうので、勉強っていうのはあくまでも親はこう待ってる姿勢の方がいいです。で子供に何か手伝えることあったら言ってねと、お父さんお母さんもねできるだけ時間作って手伝うからねみたいな話だけしておいて、あとは基本的に待ちの姿勢でいてください。そうすると子供がね困ったら、お母さんちょっと丸付け手伝ってくれないとか、ちょっとここのね勉強方法わかんないから、やり方教えてくれないとかっていうふうに相談してきます。そのタイミングで、サポートしてあげればいいです。子供によっては親にねちょっと教えてもらうのが嫌だから、ちょっと塾に入りたいんだけど、行っていいって言ってくる子もいますし、家庭教師ちょっとつけたいんだけどって言ってくる子もいます。この辺のどういうやり方をやりたいかっていうのは本当にね一人一人違うんですね。だからその子に合わせてあげるっていうのが大事になります。で小沢さんはもちろんね、その細かい部分ではいろいろサポートはされていると思うんですけど、ただ勉強面でね、なんか親が家庭教師のようにここはこういうふうにやるんだよとか、こういうふうにやっていこうねとかっていうふうに全力でサポートしたわけではありません、むしろこの一番である愛情バロメーターアップ、もう本当にここに一番の時間を注いでいただいたんですね。その結果、あと2番3番は本当にステップでねトントントンというふうにいって、結果的に内申点アップ、志望校合格っていうのが両方できるようになったということです。はい。なのでお子さんが今ね、なかなか成績上がらないとか、勉強のやる気が出ないっていう場合は、おそらくこの1番2番3番のどこかができてないんですね。愛情バロメーターが低いのか、動機づけがうまくいっていないのか、あとは親のサポートが良くないのかね、このどこかが間違っているわけなので、そこを少し改善するだけでね、すぐに子どもの成績は上がっていくかなと思います。
はい、でちなみにこのですね、3つのやり方なんですけど、本当にいろんな声かけの仕方とか、あとはじゃあもうちょっと具体的にですね、ご褒美どうやって決めていけばいいかとか、あと仮にじゃあ勉強のねサポートで子どもが勉強の仕方わかんないと、どういうふうにやったらいいかなって相談されたら、こういうようなやり方でやっていくといいよっていうような、効率のいい勉強のやり方とかあるんですよね。そういうのはやっぱ親が教えていかないといけないんですけど、それらについて、全てね無料で解説する7日間で成績アップ無料講座という、講座を今無料でね配信しております。よかったらこの動画の右上もしくは概要欄から読むことができるので、こちらも参考にしていただければと思います。